この動画をクリックしてくれてありがとうございます。きっときっとチャンネルです。10月11日からいよいよ東京都民も全国の旅行で使える全国旅行支援が始まりました。開始当初全然予約が取れず諦めていたのですが最近少しずつ旅行サイトで割引が再開されている件が出てきて全国旅行支援を使って10月11月12月の旅行の予約ができました。この動画では旅行サイトで 全国旅行支援を使った予約のコツをお伝えします。全国旅行支援とは、地方が主体の旅行支援の総称です。GoTo キャンペーンは国が主体でしたので、キャンペーン名も一つで、割引条件も同じで分かりやすかったと思います。今回は地方によりキャンペーン名が違いますが、割引額、クーポン額は同じです。例えば、20日からキャンペーンが始まった東京は、ただいま東京プラス、 石川県は石川旅行割です。割引額はどの都道府県も同じですが、割引条件など詳細が違うことがあるようですので、旅行先の割引条件のチェックをしておくことが必要です。具体的にいくら割引されるかお話しします。旅行代金の40%が割引されます。割引上限は、交通付き宿泊は8000円。宿泊のみですと5000円です。 ご参考までに、交通付き宿泊とは、交通と宿泊がセットになっている商品のことですので、ご自身で交通チケットと宿泊を別々に手配した場合は、宿泊のみの割引対象となります。割引とは別に、クーポン券をもらえます。平日は3000円、休日は1000円分です。その他の条件は、旅行にワクチン接種歴や検査結果、本人確認書類を持っていくことなどがあります。 私は旅行が大好きで、今年国内旅行は20泊程度しています。いつもはこのチャンネルでは予算2万円以下で旅行サイトの口コミが平均4以上で、食事はできればお部屋食か個室食、温泉はできれば源泉かけ流しの私が思うコスパの良いお宿と旅先で出会ったグルメなどを紹介しています。旅行が大好きな私はこの割引を心待ちにしていました。今まで 旅先の旅館のフロントで他の県の方がバッサバサとクーポンを受け取っているのを何度唇を噛み締めて見ていたことか。やっと東京都民も恩恵が受けられるようになり、11日からの JR のビュートラベル、楽天、ジャランなどいろいろ調べていましたが、アクセス集中でシステムにアクセスできなかったり、割引条件に達してしまったりして全く予約が取れませんでした。半ば諦めていたのですが、 最近少しずつ状況が変わってきています。私が予約を取った方法をお伝えすることで、動画を見ていただいている方の予約の参考になれば嬉しいです。コツその1、いろいろな旅行サイトをチェックすること。全国旅行支援はタイミング次第なので、楽天、ジャラン、一休、ゆこゆこなど、いろいろな旅行サイトをチェックすると意外と予約が取れます。旅行サイトのクーポンや、 キャンペーンと併用すると安いことが多いのですが、それにこだわりすぎず、私はいろいろなサイトで見て、行きたい都道府県のあるサイトで予約しています。具体的に宿泊予約の取り方を説明します。これは10月23日夕方6時の楽天トラベルの画面です。東京の予約はまだ受付されておらず、山梨は終了しています。これも10月23日夕方6時のじゃらんネットの画面です。 東京の予約は予算上限に達し、山梨は受付しています。これは10月23日夕方6時の1級の画面です。東京も山梨も受付しています。このように旅行サイトにより結果は様々です。いろいろなサイトを見て予約できるサイトを探しましょう。ということで1級で東京のホテルを予約しました。10月の平日朝食付きで1人2240円。ポイント食事利用。 マイナス2020円。一級は獲得ポイントを予約時に使うことができます。全国旅行支援でマイナス5000円。クーポンを3000円分もらえますので、支払額は13,220円ですが、クーポンを考慮した実質負担は1220円です。予約したホテルは、口コミ4.5の東京タワー近くのホテルです。次に、ジャランで山梨の温泉旅館の予約をしました。 12月平日、1泊2食付き、一人1万7千円。全国旅行支援の割引がマイナス5千円。クーポンを3千円分もらえます。支払額は1万2千円で、クーポンを考慮した実質負担額は9千円です。予約した旅館は、ジャランの口コミ4.7の人気旅館です。12月の予約ですので、まだ予約が取れました。次に交通付き旅行の予約について説明します。 交通付き旅行を探すのは時間がかかりました。JR のビュートラベルとどうも相性が悪いようで、列車を選ぶ画面が先に進みませんでした。何度やってもダメでした。旅行会社を通じて予約を取る必要があるので、いろいろ調べて行きたかった金沢のツアーを阪急交通車で予約できました。レンタカーのプラス料金なしのプランは取れず、2000円のプラス料金を払って予約することができました。 阪急交通車で予約したツアーは、交通付き金沢一泊3日のツアーで1人11月の平日39,800円。レンタカーの追加が1,000円。追加料金は2,000円でしたが、2人で使うので1人1,000円となります。全国旅行支援がマイナス8,000円。クーポンが3,000円分もらえますので、支払い額は32,800円。クーポンを考慮した実質負担額は29,800円です。 参考までに、東京・金沢の新幹線の費用は28,760円。レンタカーは3日間で2 7 0 0 0円。1人にすると13,500円です。このツアーについているホテルの料金が1泊6,600円。合計すると48,860円で。支払額の差額は約16,000円です。クーポンを考慮すると約19,000円お得です。 私は一泊三日のレンタカー付きのツアーを選びました。理由は二つ。一つは割引額を8000円にすること。もう一つは口組みの良い、コスパの良い温泉旅館を探すためです。一泊は私の好きな旅館を予約しようと思っていたのですが、ここで計算外のことがありました。ゆこゆこネットで石川県の割引クーポンを取っていたので安心していたのですが、いざ予約をしようとしたところ、 なんと上限に達していて使えませんでした。楽天じゃらんなど他のサイトも探してみましたが、その時はどこも上限に達していました。そこでお隣の県、福井県を調べたところ、楽天でまだ予約を受け付けていたので、普段より少し予算オーバーしましたが、露天風呂付きの口コミの良い旅館を予約することができました。場所は移動を考えて石川県に隣接している温泉宿にしました。 レンタカー付きにして移動の自由度が上がったことも功を奏しました。コツその2は、行きたい県にこだわらず、隣の県が全国旅行支援をやっていれば、行きたい県で遊んで、宿泊はお隣の県にするなど、臨機応変にすることも必要かと思います。こうして10月、11月、12月に全国旅行支援を使った旅行の予約ができました。 楽天、ジャラン、一休、ゆこゆこ、阪急交通社のアドレスは概要欄に貼りますのでご参考になさってください。今回予約したツアーや宿の動画をこのチャンネルでアップする予定です。デジタル音痴で編集作業にとても時間がかかるので少し先のアップになるかもしれません。チャンネル登録をしていただき動画アップの際はご覧いただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。おしまい。